いつもご視聴ありがとうございます。今日はネギの植え替えについて紹介します。種から植えて植え替えサイズになってきたので、苗を掘って植え替えていきます。肥料は米ぬかと雑草だけです。別途、一石三鳥の除草動画を参照ください。苗を植える溝を三角砲で掘っていきます。あまり深植えしないので、深さ5センチメートル程度で良いです。この程度の溝掘りは三角砲が便利です。植え付け場所のpH測定を行います。pH 6.5 でした。ネギはpH 6から6.5で良いので、土壌には問題ありません。酸性の土壌を中和する場合は、苦土石灰を使います。育苗した苗をくわで掘ります。草も一緒に生えていますので、手でほぐしてネギの苗だけ分けます。先ほど掘った溝に並べていきます。2本ずつセットにして10センチ間隔で並べていきます。北側に倒した状態で並べていきます。成長していくと、南側の太陽の方に起き上がっていきます。並べ終えたら、根元にもみ殻を軽く巻きます。ネギは過湿を嫌い、通気性を好むので、根の酸欠状態を防ぎ、根の発根を促し、活性を維持することを狙いとしています。
土かけは三角法でも良いです。少ない場合は手の方がきれいにできます。ネギの根は酸素を好み、過湿に弱いので、通気性の良い畑で栽培します。ネギが風で飛ばされない程度に土をかけていきます。深植えしないのも酸欠防止を兼ねています。これでネギの植え替えの完了です。土が湿っているのと、明日は雨の予報なので水やりは自然に任せます。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。